スの聖杯、星4。この漫画は、変則な老系悪役霊嬢者としてはシナリオが100段くらい飛び抜けたウルトラハイパーデラックス面白い作品です。原作がクッソ激烈に面白いので、当然作画担当もクッソ激烈に作画がお上手で、なおかつアニメ化しやすい作画をしている人族をつけており、もはやアニメ化させることが前提でコミカライズが作られたような作品です。主人公は二人で一人が悪役霊嬢のレッテルを貼り付けられて処刑された王女。この王女は10年前に断罪イベントによって処刑されてしまっています。その10年後に、誠実だけが取り柄の貧乏貴族の家で育った量産型風の木立ての良いメスが主人公。このメスの父者が誠実という名の思考放棄型だったために友人の借金の連帯保証人になってしまい、借金返済のために主人公は信仰証人のオスと金のために婚約することになる。その後なんやかんやあってこのオスが浮気してて、浮気相手のカマセイヌイチが権力を駆使してこの主人公にない罪をでっち上げしてはめて断罪イベントを行う。味方は誰もいないし断罪待ったなしという状況の時に10年前に断罪された元悪役霊嬢が主人公に憑依してその断罪イベントを返り討ちにしてカマセイヌイチが盛大にゾマーするというところから始まる痛快ファンタジー漫画。断罪イベントで返り討ちにする過程のシナリオがクッソ激烈に面白く、読んでてあんこがゾクゾクするくらいの痛快さにシナリオ作るのクッソうまいですねという気持ちになる。アニメ化したし語彙力が死滅するくらいクッソ激烈に面白い作品。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。